リッケンバッカー325はアメリカのリッケンバッカー社のエレクトリックギターの300シリーズの一機渋谷を指す325というモデル名はショートスケールのセミホロー構造のボディを持ち3個のピックアップとビブラートユニットを有するということを意味するビートルズのジョン・デノンが使用したことで有名なモデルである百五十八年にカプリ二十五というモデル名で 楽器書マイナス等でデビューした。20から3、4というショートスケールにセミホローボディー3個のピックアップカフマンビブラートユニットが取り付けられたものであった。発売当初はほとんど売れずに在庫が常に倉庫に残っているような状態であったという。ジョン・レノンが購入しビートルズとしてデビューすると急に注目を浴びることとなった。1964年にはこれを参考にして 仕様変更が行われ、325というモデル名で製造を販売された。同時期には12弦仕様や F ホールが開いたボディを持つ機種も製造販売された。1960年代後期には製造中よされたが、1984年から V シリーズの1機種として 325V59、325V63 といったジョンが使用したモデルの利収の位置付けで、 製造を販売された。1990年から1993年には 325JL というジョンレノンシグネチャーモデルも製造を販売された。2002年に C シリーズの一機種として 325C58 万2006年には 325C641996 が製造販売された。2010年現在では C シリーズ改編に伴い、 325C58 は、廃盤となり325のモデル名がつく、カタログモデルは 325C64 のみとなっている。2013年2月より、立憲バッカーの日本輸入代理店であった新生堂から、楽器事業部門を山の楽器へ事業譲渡に伴い以行。楽器事業部門の事業譲渡契約の締結及び、特別損失の発生に関する、 お知らせ、株式会社新制度、平成24年11月30日、ありがとうございます。